ここでランナーが進んだの大きいですよね。はい、これで外野フライでも追いつくことができます。このチャンスをものにして畳みかけていきたいですよね。はい、さあこのチャンスを生かしたいところ。外のボール打った、これは大きい、落ちた、ヒットになる。ボールは中継、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズ追いつきました。2対2、さらにチャンスは続きます。期待を裏切らないバッティングでした。ここで同点にします。こういうバッティングができるところが素晴らしいですよね。試合は振り出しに戻っています。さあそして打席には京田が入っています。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたから、なんとか勝ち越してしまいたいですね。なるほど、そうですね。二塁ランナーを気にします。タッチもセーフ。最低でもランナーを三塁に進めるようなバッティングをしたいところ。まあここは右方向を狙ってるかもしれませんね。ああそうですか。右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ドラゴンズ勝ち越しました。3対2リードを奪いました。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。タイミング合ってましたね。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。カープ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手のレグナルト。さあそしてバッターボックスには大島が入ります。さあチャンスが続きます。まあつないでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目、外角高めへのストライク。高め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。低め見ました、ボールです。外へのスライダー、ここは見極めています。これでフルカウント。さあどうだ、スタンドに入ります。フルカウントです。外れてフォアボール。いや選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。見送ってまずはストライクです。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそう。ジャストミート、これは大きいぞ、入りました、ホームラン。ビシエドスリーランホームラン。素晴らしい一振りでした。低めのボール、コースに逆らわず弾き返した打球はスタンドまで届きました。追加点が入りました。ドラゴンズ6対2になりました。これぞ4番という仕事をしてくれました。この回手を緩めず大きく点差を開いていきます。期待通りのバッティング、この場面でホームランが出て突き放します。まあそうですね、この流れでできる限り点差を離したいですね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点となりそうです。バッターボックスは5番、阿部。ドラゴンズホームランで得点を挙げています。まず何を投げてくるか。打ちました、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。
阿部、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には高橋が入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですね。外、これは外れた。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。7対2ドラゴンズリードを5点に広げています。バッターは7番遠藤。大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ、終盤でこの点差ですがまだまだ攻撃の手を緩めません。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。外、高め決まってストライク。ワンボールツーストライクです。さあ、勝負してくるのか。打ちました。これはショートライナー。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ドラゴンズこの回は打者一巡の猛攻となっています。改めてお聞きします。バッターの福田、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、ツボにはまれば豪快な一発が飛び出すバッターですね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。打ちました。ここは打ち上げています。野間が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。7回終わって7対2ドラゴンズが追い上げ逆転しました。これから8回カープの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号14谷本がマウンドに上がります。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。ファウルになります。高めストライクになります。ノーボールツーストライクです。高めのボール打ちました。高い打球ライトへ。ここはフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。2番バッター菊池、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーなし。さあ、2球目は何か。低めはこれは入っていました。147キロ。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。インサイド、打球は左中間へ。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスには代打の長野。ツーアウトになっています。初球変化球は空振りです。
バッターから遠いところ空振りになります。ノーボール2ストライク。アウトコース外れました。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。際どいコースには投げ込んでいます。3ボール2ストライク。ここでフォアボールを与えました。2アウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そうですよね。アウトコースボール。引っ張った、ショート取った。一塁送球、判定はアウト。スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7対2ドラゴンズがリードしています。8回の裏に入りました。ドラゴンズの攻撃、今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。ドラゴンズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インコース決まりました。次が4球目、打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター平田、先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。いやー、そこでよく打ってくれましたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れました、ファールボール。ボールになります。4球目は何で来るか。打ちました。取ってスリーアウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。8回終わって7対2ドラゴンズがリードしています。もうここは西さん、ファンも安心して見ているでしょうね。選手もね、まあ、ここまで来ると、まあ、一安心ですよね。そうですよね。ファウルになります。低めは外れました。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目、引っ張った。この打球はフライになっています。上がりすぎました。ライトが取りました。バッターボックスには代打の相澤、まずはワンアウトを取っています。初球ボール、
ストライクになります。インコースを落としました。アウトコース、ここは打ち上げています。セカンドが構えます。バッターはダイソーから起用されている曽根。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。初球は何から入ってくるか。高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。打席には8番バッター田中。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。打ちました。取った。一塁送球。これで3アウト。試合終了になりました。試合を制したのは中日ドラゴンズです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。